吉田敦史です、昨日からですね、手話の、骸骨と呼ばれる、55番の型番のマイクを探していたんですが、もうメーカー在庫切れ、店頭でも品切れ状態、もう半ば諦めていたんですが、こちらのね、シアの58、さすがに私の声量に対して限界を感じまして、先輩である、リッチー氏、そしてまあ先輩であるウッチー氏に相談しましたところ、もう一本55をね購入した方が、私のボーカルに対してより一層、いい音で録音できるんじゃないかとアドバイスを受けまして、相当探してみました。これがやはりですね、特に特別モデル のブルーの色の入ったこのネットの中にね、ブルーの入ったモデルが全く手に入りませんが、どこにも売っていませんでして、で、まあ、諦めかけていたんですが、一生懸命探しました。そうしましたところね、中古というか開封はしたんですが、使用されなかった新動品っていうんですかね、もうね、奇跡的に1個だけ見つけまして、これ格安で購入することができました。やはり頑張ってみるもんですね。欲しい、必要だと思ったものをやはり自分に投資するべきだと思います。このところね、何かと無駄遣いをする癖があったんですが、最近はね、ちょっとコツコツ貯金をしてみたり、自分への投資をねしてみたりしております。機材もね、あれやこれや買うんではなくて、先輩に相談してね、先輩の意見を聞いて、で先輩のが、ここは注意した方がいい、ここはこういうふうに使った方がいいっていうお話をよく聞いてね、よく吟味してから買うようにしました。ですので、だんだんとね、無駄な買い物というのはしなくなりました。やはり58より55の方がね、手話の55の方がやはり広域がこう潰れにくいんですね。こうガッて歌った時に、やはり視野の58はすごくまろやかに包み込むような感じで、歌った時にはすごくいいんですが、ちょっと声域でシャウトした時にね、ガッて歌った時に、どうしてもやっぱり55の方が抜けがいいそうです。であんまりね、この年で柔らかくばっかり歌っていると、これからね、まだ70歳75歳、80歳ってできるだけ歌っていきたいです、演奏していきたいですが、そういう中でできるだけ声を張ってね、あっって声を張っていかないと、今から枯れてたんじゃね、これから先枯れる一方なんで、できるだけ元気よく歌っていきたいと思います。中途半端にね、こう自分でこう枯らすんではなく、一生懸命一生懸命歌った中で、そこでやっと、徐々に枯れていく、まあそんな歌い手になりたいと思っております。いつ届くのか、シャーシアの拷問がね、いつ届くのかちょっと不明なんですが、ちゃんとねお金の方はキープして節約生活を送りつつ、無
7回も出せずにね、音楽皆さんに楽しんでもらえるような音楽をこれからもお届けしてまいりたいと思います。それではかっこいいギタリスト、音楽家の竹下敦でした。それではまた、今日は夕方から、お茶の水に行ってまいりたいと思います。